タモリは赤塚不二夫の家に居候している間、勝手にベンツを乗り回し、酒を買ってこさせ、家主がお伺いを立てる居候のプロ。タモリは赤塚不二夫と話すとき、はじめは先生と呼んでたが、めんどくさくて不二夫ちゃんと呼んでた。タモリは暴走族に、いいとも、と言わせようとして一度断られたが、タモリさんの顔を立てて、と承諾してもらうも、反応が薄かった。みんな、安全運転してくれるかな？タモリは気に入られようと、いいとも終わりについてきた深川亮の。家に上がり込み、ひとしきりボケて満足して、ベッドで寝た。タモリはトークコーナーで得意げに話す俳優に、自慢げですね、とぶっ込んだ。タモリは赤塚不二夫への弔辞で、私もあなたの数多くの作品の一つです、と名言を残したが、手元の手紙は白紙だった。